はい、山梨大学の井上です。今日は子どもたちもですね、新型コロナのワクチン接種を受けた方がいいのかどうかっていうところを、一緒に見ていきたいと思います。まずは今のですね、県内の感染症の状況を一緒に見ていきましょう。新型コロナですね、今、第8波で患者さんの数がだんだん増えているところですね。全国的にも増えてますし、周りの都県でもまだまだ増えそうな勢いです。山梨県もですね、12月に入って、ちょっと横ばいでしたけど、決して少ない水準じゃなくてですね、患者さんの数としては非常に多い状態で、推移していると。で、少し増える傾向も見られておりますので、まだまだお正月を通してですね、油断することは全然できないと。いうのが今の状況です。で、今日のお話のですね、ところにもつながるんですけど、新型コロナ、重症化するのはやっぱりシニアの方がやっぱりどうしても多いんですが、患者さんの数としてはですね、子どもさんたちの世代ですね、10代、乳児、幼児、それから10代の、小児の子どもさんたちですよね。が、多いと。で、あと、親御さんの年代に相当するですね、30代だったり、40代だったりのですね、そういうその子供さんとその親世代っていうですね、その2つの年齢のグループで、大体半分以上を占めているということです。で、今日は子どもさんたちがワクチン接種を受けるべきかどうかっていうですね、そういうお話ですので、子どもさんたちのデータになっていきますが、これはですね、20歳未満の方、で、コロナにかかったことが原因で、命を落とされちゃったですね、方々、どんな方がお亡くなりになっちゃったのかなっていうのをですね、国の方で調べたデータになります。5歳以上、5歳未満で切ってみるとですね、基礎疾患がなくても亡くなってしまう方、そういう子どもさんがですね、約半分、亡くなってしまうっていうと、もともと何かその体が弱い、何か病気をと闘ってるっていう、そういう方がコロナにかかることで、命が危険にさらされるっていうですね、そういうイメージ、そこはすごく分かる部分で、なんですが、実際はですね、そういう方、割合でいくと大体半分ぐらい。で、残りの半分は、もういつも元気で、病気をも、全然したことないよっていうのはですね、そういう元気な子供さんも、コロナにかかることで命を落としてしまうことがあると。そういったことがですね、日本の国の中のデータでも、分かってきています。で、小児のですね、お亡くなりになってしまう死亡症例の年齢、5歳から11歳までの子どもさんたちで、大体41%を占めているということです。で、どんな症状が出て、命を失ってしまうのかっていうとですね、ここに赤で囲んでありますけど、循環器系の異常、心筋炎とか、心臓に起きる異常、血管に起こる異常だったり、あとは血管が、中にですね、血の塊、かさぶたができてしまって、そういうですね、心臓に関連する異常でお亡くなりになる方が大体3割。で、中枢神経系の異常、脳炎とかですね、脳症とか、そういったものでお亡くなりになってしまう場合も3割近くある、3割以上ですか、あるということです。コロナの、新型コロナは呼吸器系ですね、肺炎を起こしたりっていうのがですね、やっぱり重篤な症状として、よく知られているんですけど、実際子どもさんたちに見てみるとですね、心臓の異常が起きたり、あとはその本当に一番大事なその頭ですね、脳、中枢神経といいますが、そこに異常が起きてしまって、それが原因で命を取られてしまうっていうことが、かなり割合としては高く発生していることが分かります。
呼吸器系の異常ですと、まあ、例えばその、人工呼吸器を使うとか、ECMO っていうですね、心臓の動きも呼吸の動きも両方助けるようなですね、そういったことで時間を少し稼いで体が癒えてくるのを待つっていうですね、そういう作戦をですね、取ることができそうなんですが、その心臓の問題だったり、中枢神経の問題だったりっていうことになると、なかなか治療自体がですね、難しくなりそうですね。こういう部分はですね、本当にそのワクチンでないと、こういうリスクをですね、下げていくことはなかなか難しいと、発生してしまってからでは、なかなかですね、その有効な治療が出てきこない、行えないと、そういったことがですね、非常に危惧される。異常の起こる部位だというふうに思います。ではですね、そういう年代の子どもさんたちに、そのワクチン接種、それで今の重症化を防ぐことができるだろうと思われますが、そういうワクチン接種がどのぐらい進んでいるかというデータですね、これは国が集計しているデータですけど、接種率を見るとですね、小児、これは5歳から11歳の子どもさんたちですけど、最初の基礎免疫をつけるための初回、2回目接種、ここまではまだ20%ぐらいまでしか進んでない。シニアの方々なんて9割方進んでますから、それと比べると、非常に進み具合が遅い、危ない状態にまだ子どもさんたちさらされてるってことなんですね、分かりますね。で、最近、追加接種、3回目を接種、小児も子どもさんたちもですね、ゴーサインが出て、で、接種が始まっておりますけど、3回目接種に至って6%ということですので、まだまだちょっと危ない状態が続いているというふうに思います。で、その弟さん、妹さんたちの代になりますかね、乳幼児、4歳以下ですね。今、6ヶ月以上4歳未満、以下未満、そのあたりの方までワクチン接種できるようになってきましたけど、まだまだ10月以降に開始でしたから、まだ数パーセント以下ということで、ここはまだまだこれから伸びていっていただきたいなと思う部分です。この表からは分かることは、やっぱり小児の接種は成人、シニアと比べると非常に遅れているということがこれで分かります。これは山梨県内ですね、山梨県内も全く同じで、12歳から17歳っていうと、初回接種、2回目接種まではもう7割ぐらいの方が済んでいる。もうある程度の安全性が担保された状態で、今、追加接種が進んできていて、さらにその、免疫を強化する、そういったことがだんだん進んでいるところになります。で、その下の、もう少し若い世代、5歳から11歳で見てみると、ここはやっぱり国のデータと同じで、20%強、25%弱っていうところまでしかまだ2回接種が進んでません。3回目の接種はもうちょっと割合も低いですね、6%ぐらいですもんね。というような感じです。こういうですね、進捗の遅さというか、接種が進まない、原因といいますか、原因の一つとしてはですね、そのワクチンに効果がないからじゃないかっていうですね、そういう疑念もお持ちになる方も多いんじゃないかなというふうには思います。実際打って、接種を受けてもですね、その後かかっちゃったよっていう方がやっぱり周りにいらっしゃる方が中にはいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。ワクチン接種をすることで、どのぐらいの感染のリスクが下げることができるかというもの。これに関してはですね、100%じゃないので、確かにワクチン接種をしてもですね、その後たくさんそのウイルスを浴びてしまって、かかってしまうっていう方がですね、どうしてもやっぱり出てまいります。ですけど、一定期間は感染のリスクか、そういうですね、感染をするリスク自体、打つ前と比べると、下げることができるっていう、そういうデータはございますですね。
で、何より、まあ、先ほどの話にもありますけど、重症化して、心臓なり、中枢神経に、合併症が出る、コロナによる悪影響が出ることを防ぐ、いわゆる重症化の阻止、重症化させないよっていうですね、そういった効果はですね、かなり、数十パーセント、50%以上ぐらいですね、そのぐらい、半分以下にできる。そのぐらいのですね、ワクチン接種による効果というのは、ございます。ですね、年齢別に使うワクチンっていうのが、もう決まっています。ですね、6ヶ月から4歳までの子どもさんたちは、コミュニティ禁中6ヶ月から4歳用っていうですね、専用の製品を使っていただきます。で、3回接種して、1回通りっていう形に、1回通り、初回接種、成人でいう2回接種したところまでの接種の扱いと同じになります。3週間空けて2回打って、で、さらに8週以上空けてもう1回打つって、そういうやりようになります。5歳から11歳の方、子どもさんは、やっぱり専用品で、ここが5歳から11歳用ってなってるものを使います。3週間空けて2回打って、で、さらに5ヶ月以上空けてもう1回接種すると。ここは追加接種の分になりますね。こんな感じです。12歳以降はもう成人に準じて接種を受けるということになります。これらのワクチンですね、どういう効果があるか、ちょっと心配される方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとまとめてみますとですね、6歳から4歳、山梨県内もですね、第8波に入って11月から12月の間にですね、大体1800名ぐらいの方とですね、この2ヶ月間で感染しています。まあ、2ヶ月といっても今12月の、半ばですから、1ヶ月半ぐらいの間に1800名もですね、こういうちっちゃな子供さんたちがかかっちゃってるということですね。で、ワクチンはですね、先ほどの、この年代の方たちに専用に作られているものを用いますが、注射で体の中に入れるメッセンジャー RNA の量は成人の10分の1の量になっています。ワクチンの、体の中に入るメッセンジャー RNA の量、これが多いとやっぱりいろんなお熱が高く出たりとかですね、副反応っていう話が出てまいりますが、この年代の子どもさんたちは成人の10分の1の量ということになっています。このワクチンを打つ目的としては、もちろん感染をさせにくく、受けにくくなる、感染しにくくなるってこともあるんですが、一番はですね、やっぱり感染後のこの小児多系統炎症性症候群、心筋炎とかですね、脳症とか、こういったものをですね、少しでも防ぐことができると、期待が持てる、ワクチンですので、これを防ぐというのが一つ大きな目的になると思います。発症阻止効果、これはかかっちゃうんだけど、症状がですね、もうほとんど出ないよっていう、そういう効果、もちろんそうすることで、こういう先ほどお話しましたような合併症、脳炎とか心筋炎とか、脳症とか、そういったものを防ぐことが、可能になると見込まれますので、この発症阻止効果70%以上って、非常に良好な数字を示しているというふうに思います。あとですね、接種後、実際この年代の方たちがどのぐらいその重症化を阻止することができたかっていうのはですね、実はまだ接種が始まってからのデータが集計されつつあるところで、何パーセントっていうですね、そういった数字がまだお話しすることができません。で、ただですね、接種を受けたことで、体の中に作られるコロナに対抗するための抗体の値ですね、これに関しては、成人が接種した後と同じように、接種を受けることで、コロナに対する抗体が獲得できると、この部分は確認されております。で、成人で効果が出てますから、同じように抗体が獲得できた小児でもですね、同じようにやっぱり感染に関して体に抵抗力がつくというふうに思います。あと副反応ですね、これも心配なされる方がいらっしゃるんだろうと思います。
これに関して後でまた1枚スライドを出しますけど、この年代よりも上の、子どもさんたちや成人で接種した場合とですね、ほとんど変わりがないというデータになっています。さて、5歳から11歳、その上の、お兄ちゃん、お姉ちゃんの世代ですが、この世代もですね、やっぱり感染者多くって、11から12月の間に約4000名ですね、感染を、しているという状況です。接種で体に入る、さっきのワクチンでですね、量は成人量の3分の1と、少ないんですが、それでもですね、感染阻止効果、重症化阻止効果っていうのが数字で表されるぐらいの効果がしっかり出ているということです。で、この年代の子どもさんたちに関しては、このコロナにかかることで発生する小児多系統炎症性症候群って、先ほどの脳症とか心臓の問題とか、そういったものを起こす大きな原因の一つの症候群ですが、こういう症候群が起きてしまうリスクをですね、90%阻止できると、そういうデータがあります。追加接種することで、2回接種の後と比べて抗体価がさらに22倍に増加するということで、2回と言わず追加接種まで受けていただくと、さらに、この冬安全に過ごせるということになります。心配される副反応ですけど、6月まで、今年のですね、国内で246万名が1回以上接種を受けておりますが、心筋炎の合併は、6件、これが一番今、心配になる合併症だと思いますが、副反応といいますかね、合併症だと思いますが、ワクチン接種の後に、こういう合併症が起きるリスクは100万人に、2.6人ということです。ゼロじゃないので、もちろん、ここはゼロに近ければ近いほどいいと思いますが、他の試験ではですね、371、ちょっと数が少ないですけど、心筋炎があって見られないというのは、そういう報告もされておりますので、非常に頻度としては少ないものというふうに捉えていい数字だと思います。その上の、世代ですね、12歳から、17歳への接種、この年代もですね、やっぱり感染する方が多くて、この1ヶ月半で5000名ですね、感染しています。もうこの年代になるとですね、注射で使うお薬の中に入っているこういうメッセンジャー RNA という量はですね、成人と同じぐらいの量ですね。で、追加接種もできる。この年代の方たち、学校生活も大事な重要な時期ですから、なるべく感染をさせないと、しないようにしてあげる、ことが必要になります。で、インフルエンザも想像し、イメージしていただければと思うんですけど、やっぱり学校の中で感染が出てしまうと、学級閉鎖とか学年閉鎖とかですね、一定期間、その学業に参加できないみたいなことで、やっぱりそのいろんなところに悪影響が出てしまうということで、ワクチン接種で感染を防げるのであれば、その部分はワクチン接種を利用するっていうのがいいだろうと、そこはお勧めできる点です。感染、打つ、接種をすることで、受けることで感染しにくくなる効果は約6割ですね。60%ぐらいの、感染、阻止効果があるということ。重症化阻止効果もっとよくって、約80%ですね。かなり重症化を防ぐ効果は高く出ておりますので、非常に効果的なワクチンだというふうに思います。追加接種することで、さらにですね、感染阻止効果が71%まで高めることができますので、積極的にワクチン接種利用して、とにかくこの冬、無事に乗り切ると、1回もかかってない方は1回もかからずに逃げ切りたいですし、もう1回かかっちゃったよっていう方も、追加で接種を受けることで、一番強力なですね、免疫が手に入りますので、そういったことで2回目は絶対かからないよっていうですね、そういった備えをしていただきたいと思います。この年代の子どもさんたちの副反応ですね、ここがいろいろ報告が上がってきているものですが、年代ですけど、
6月までにですね、国内でこの、970万名が1回以上接種を受けております。で、重篤な合併症が306件出ておりますが、特にその心配されるのが、やっぱり心筋炎だったり心膜炎、心臓に関連する合併症になりますね。で、これらは、ファイザーとモデルナと、このような数字になってまして、100万、人接種を受けた方がいらっしゃると、その中で、100人前後、ファイザーの方では41ですし、モデルナのワクチンの場合は103という数字になりますが、100万人接種を受けると、その中に多くて100人ぐらいの方が、こういう心筋炎の合併が起きているという報告になっています。心筋炎っていうと、すごくイメージとしては非常に心配なものを感じがいたします。でももちろんそうなんですが、経過としては非常に軽快、軽くて済んでいくという例が、ほとんどだという、そういう報告になっています。で、ワクチンを打つことでこういうことが起こるわけですけど、これはコロナに対して、コロナウイルス、新型のコロナウイルスに対して、体が免疫反応を起こしたときに起こるものです。で、実際にですね、コロナに罹患してしまう、新型のコロナに罹患してしまった方、100万人を見てみると、ワクチン接種で心筋炎が合併する方のよりもですね、全然割合としては多くて、1460名が心筋炎を合併してしまうということが報告されています。ワクチン接種ゼロじゃないっていうところで、やっぱり心配な合併症というか副反応といいますか、症状ではありますが、実際にコロナにかかってしまう、ごめんなさい、新型のコロナにかかってしまって、こういう病気を合併してしまう割合はもっともっと全然高いということで、こういう危険を、この部分の危険性も下げることにつながると思います。ですので、ワクチン接種、心筋炎の合併もやっぱり恐れて、慎重に体の様子の変化、息切れとか動悸とかお胸が痛いとかそういう症状が出てこないかっていうことは、ワクチン接種後、1、2週間の間はしっかり見守っていかなきゃいけないものだと思いますが、実際にコロナにかかってしまった時よりのと比べてのリスク、比べた場合よりも、そういう危険性は低いということで、ここは理解していかないといけない部分だというふうに思います。各年齢でですね、どんな副反応が出ているかというものを棒グラフで示しています。年齢別にこう色分けしていますが、だいたい横ばい、この最初の3つですね、6歳から11歳までの、子どもさんたちの、副反応が起きる割合、縦軸パーセントですが、だいたい同じぐらいということ。倦怠感とか頭痛はですね、6ヶ月から1歳の子どもさんたちって、なかなか自分でその訴えができませんので、評価の項目に入ってこないんですが、一番見やすい発熱の部分がこう同じような割合ですので、実際口にはできないんですけど、感じていると、赤ちゃんが感じる症状としては、多分その上のお兄ちゃん、お姉ちゃんたちの世代と同じぐらいなんだろうなというふうか、いうことが予想されます、想像されます。で、12歳から17歳、18歳以上、この部分も、使っているワクチンが12歳以上は成人と同じですから、副反応のレベルとしては同じ。体がまだ小さい分、少しこう割合としては高めに出ておりますが、この年代の方たちと比べると、それより若い方たちにワクチン接種した場合の副反応っていうのは非常に重篤なものはなさそうだと。特に心配しないといけない、大きな副反応、割合が高くなる副反応っていうのはどうもなさそうだということが分かっています。
だって、ワクチンをですね、打つか打たないか、例えばその実際にもうすでに一度コロナウイルス、新型コロナウイルスにかかってしまって、具合が良くなった、治った後だよっていう方、そういう方々に関しては、そのワクチン接種をするべきかどうかってですね、まあ、必要があるかないかと、まあ、そういったところもですね、いろいろ疑問にお感じになると思います。この部分はですね、お答えとしては、やっぱりワクチン接種を受けていただく方がいいだろうということになります。ここにですね、ちょっと見にくいんですが、オレンジ色だったり、こういろんな色の点がついてます。特にこっちを見ていただきたいんですが、ごめんなさい、こっちですね。A の方ですね。オレンジ色はワクチン接種を受けた方なんだけど、まだ1回も今までコロナにかかったことないよっていう方、新型のコロナですね、かかったことないよっていう方がワクチン接種を受けた時の、抗体の、量になります。強さ。上の、黒っぽい、グラフ。曲線はですね、こっちはもう実際ワクチン打つ前に新型コロナにかかって良くなった後だよっていう、そういう方が接種を受けた場合です。実際にかかってしまって良くなって、その後にワクチン接種を受けたっていう方の方が、まだ1回もかかったことないよっていう方に比べるとですね、抗体の強さが強いというデータが出ています。ですので、まあ、この病気、1回かかってしまっても、またしばらく時間が経つと、またかかってしまう可能性が出てくる病気ですので、1回かかったからもう大丈夫っていうんじゃなくって、そういう方こそ、ワクチン接種を受けていただきたいというふうに思います。より強いですね、免疫力が手に入る、より安全につながるってことになります。で、じゃあ一体いつ頃打ったらいいのかっていう話ですが、これは B の方ですね。青の、グラフは、かかってしまってから、3ヶ月以内に追加で、ワクチンの接種を受けた方の抗体の強さ。上のグレーの、グラフは、3ヶ月経ってからですね、かかってから3ヶ月以上間を空けて待ってからワクチン接種を受けた方です。ちょっと時間を空けてから打つ方が、得られる抗体の強さは強いってことがこれで分かります。ですので、こういう時期なんですが、前にかかってしまった方、かかってからどのぐらい、もう経ったかなって見ていただいて、3ヶ月以上経ってたら、そろそろ打つと一番いい効果が得られるっていう時期に差し掛かってるなと思ってください。夏にかかってしまった場合は、もう9、10、11で3ヶ月以上経ってますから、今月まだ打ってないよって方は、ちょうど打つといいタイミングになるということになります。これ、今のまとめになりますけど、急ぐ場合は、その発症して1ヶ月ぐらい後で接種をするってことでも全然いいと思うんですが、理想的には、やっぱりちょっと待ってからですね、発症してから前に、その病気に、コロナにかかってしまってから3ヶ月ぐらい空いてから打つ、ちょっと待ってから打つっていう方が、タイミングとしては、より良い効果が得られるということになります。以前ですね、かかった方で、抗体薬というものを治療で受けた方がもしいらっしゃるとしたら、そういう方もやっぱり3ヶ月ぐらいですね、間を空けてから打つということがいいだろうというふうに思います。急いで打って、1ヶ月で打っていけないってことじゃないんですが、しっかりしたですね、ワクチンの効果を得るには、ちょっと間を空けてから打つ方がいいということになりますので、こういうタイミング、見計らって、積極的にワクチン接種を受けさせてあげる、そういったことをですね、家族の中で決めて、みんなで話し合って、方向を決めていっていただければというふうに思います。では、小児のワクチン接種、この冬をですね、みんなで、無事に乗り切る、
ご家族みんなでですね、無事に乗り切るためには非常に、まあ、効果的な、お薬になると思いますので、ぜひですね、ご家族、中みんなでですね、子供さんも含めて、まあ、どうするべきかっていうことをですね、話し合っていただきたいというふうに思います。私の個人的な意見としては、やっぱりですね、ワクチン接種利用する方が、いろんな面で、メリットが多いんじゃないかというふうに考えております。どうもご清聴ありがとうございました。